ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは三重県伊賀市信州高田派大泉寺副住職堤真人さんです。トークの後は元の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン津本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。やっぱ先生の世界もこう若い時はいろいろじゃあやってみろみたいなのもねあるんだなと思って、うん、でもこうやっぱだんだんとそれなりの立場とか、うん、なってくると、うん、まあ、管理職っていうことではないんでしょうけど、うん、またちょっとこう振る舞いとかも変わってくるわけですか。はい、とはすごく変わる。一担任から、で、まあ学年主任になったり、まあ研究主任って言って、カリキュラムの全体を取りまとめるっていう、うん、授業好きの先生は一番なりたいポジションなんですけど、そういうのにつくようになって、まあ学校自体もこう全国から視察が来るような学校に移動になって、そこで研究主任をと学年主任をするようになって、最初、大勢の人が授業を見に来たときに、自分がやった授業は、国語の時間なんですけど、好きな場所で45分間ただ本を読むっていう授業して、みんなね、これだ。で、それリーディングワークショップっていう一つの手法なんですけど、それめちゃくちゃ怒られて、校長先生に、そう、新しく来た感じだったので、はいはい、あなたは研究主任なんだから、みんなが、あなたの研究をしてるわけじゃなくて、この学校の指針となるような授業を目指さなきゃダメだと。もちろんそれ、そうだなとも思うところもあったので、うん、そこからは、うん、まあ、そういったことももちろんクラスではするけれども、うん、なんか見え方が自分のクラスっていうよりは、この学校の子たちが卒業するときに、まあ、どんなふうな幸せな状態になるのかっていうことを考えたときに、例えば奥のクラスの子たちが自由に学んで、楽しい楽しいってなったとしても、じゃあ、それを、周りの子を比較して、楽しくないなって思う子が他のクラスにいるの、自分のクラスはつまんないなって思うと、相対的に子供は育たない。はい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 。っていうことに気づき始めたんですね。それは多分立場を変えてくれたから見えて、で、自分が自由にやってた時には若くて、まだ勢いがあったからみんなそれを許してくれてたんだなって思ったら、じゃあこれ多分自分がやるんじゃなくて、こう自分より若い先生とか一緒に学年組んでる先生たちがまずチャレンジしたいことを応援していくっていうことの方が全体としてはいいっていうのは感じ始めてましたね。で、やっぱりそれもやっぱ失敗もあったんです。すごい自分のクラスの方が楽しくて、隣の方が高学年って比べちゃうので、卒業の時にはこう、辛い思いをするっていう経験もあったから、やっぱり同じ失敗やっぱり繰り返したくなかったっていうのはありました。そうか、じゃあこう視野が広がっていくわけですよね。そうですね。やっぱりその立場が変わると、責任の範囲が変わるので、はいはいはい。それは良かったですね。そうやって広い視野で教育を眺めつつ、はい。まあ、その後のね、まあ、いよいよようやくお坊さんなんですけど。そうですか。お坊さんでした、そういえば。忘れそうに。はい。まあ、お寺にも帰る、地元にも戻るタイミングもあり、そして、まあ、なんだけど、やっぱりそこで、こう、学びの場としてのお寺、寺小屋を始める。っていう、だからそこのこう流れは今振り返ってみるとどういったものだったんですか。うん、そうですね。その辞めたのが37で、
自分のこれからのキャリアをまず考えました。例えば管理職になっていく道ももちろんあるし、って考えたときに、ちょっとそれは違うな。うん、こう管理職になって、くんちっていうのは自分には多分、ワクワクする道に自分、僕には映らなかった。うんうんうんってなったときに、あと、ま、立場上、いろいろ自分の思ってることを、チャレンジしたいことも、なんていうかな。言い方だけど、自分勝手にチャレンジしたいこと、もちろん、欲求としてあるけれども、それずっと押し込めている状態だったので、解放したくなったっていうのもあるし、で、ちょうどその頃、青山学院大学のワークショップデザイナー育成コースというのに通ってて、そうだ。そうだそうだ思い出しましたね。ちょうどそういうお話をされてる頃に、まあ、私も堤さんと出会いましたね。そうだった。世の中にはこんなにフリーランスの人とか、たくさんいるんだって。フリースタイルな人たちがそうフリースタイルでたちがいるんだと思って、めちゃくちゃ影響を受けたんですね。で、はい、そのコースの中で若い方だったので、みんなすごく可愛がってくれて、それでなんか、自分でやってみたいって。雇われてる公立の先生もちろんいいんだけど、自分自身もチャレンジしてみたいっていうのがありましたね。それもあるし、まあ、あと、妻と僕と同じふるさとで同じ小学校の同級生と結婚してるんですけど、まあ、妻がもうそろそろ向こうに帰りたいなって言ったのも大きかった。です。でもスパッとやめようと。スパッとやめて地元に帰りつつ、そう、今までちょっとこう抑えていたものを爆発させてみようと。そうですね。と思いましたね。で、あとは学校の先生だとどうしても僕らもその学校に通って教えて、また自分の家に帰っていくから、まあテンポラリーなんですね。はいはい。でも自分のお寺って、うちだって400年以上あるわけで、ずっとこの地にあるから、その人の人生丸ごと一緒に行ける。だからここで子供たちの育ちの場になれば、その子供たちがずっと大きくなって、また枯れていくところまでずっとそばに入れる。自分がいなくなっても、この場所は残っていくし、それにやっぱ大きな魅力を感じましたね。そうですね。性格的にすごいおせっかいなので、なんか途中で、なんか、食べてごくサバサバしてる性格じゃないので、なんかもうやるんならもうどこまでも一緒に行こうぜみたいな気質があるんで、それもありました。もう小学校だったらそれこそ今時だとね、まあ私もそうですけど、生徒数が減って廃校になったりとかそういうのがありますけど、お寺だとないね、残ってきますからね。そうなんですよ。全然その時に友達に、そういう天気の時はトランジションっていう本がいいから読みなよって言われて、で、アマゾンで買って読んでて、で、友達喋ってたら、なんか話合わないんですよ。同じ本読んでるはずなのに。僕が読んでたトランジションは、松本さんの本で、向こうは違う本でした。はいはいはい。でも、松本さんの本にも結構影響を受けちゃいました。すごい。思いがけず。トランジションね。はい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 。まあ人生のトランジションですよね、それね。そうなんですよ。本当に。よかった。よかったですよ。でも、やっぱトランジションは、それこそ本にも書いてますけど、戸惑いますよね。戸惑う、葛藤するし。でもよかったですね。もう4年経って。しかし、なんか自分の生きてきた奇跡がそれのまま仏像だったんだなっていうのも思うし、今してることも、行いだと思ってます。だから、
なんか僧侶として生きてるっていう実感めちゃくちゃあります。うん。全然、お経も下手くそだし、そういうのは全然できないんですけど、うん、それも頑張んなきゃ。今具体的にその寺小屋って言ってるものは、うん、どういったもので、例えばじゃあその小学校とは何が違うのかとか、うん、はい、教えてもらっていいですか。そうですね、まあ児童クラブと学童と塾の間みたいな位置づけで、うん、まあ学校と、そうですね、で放課後子どもたちが来て、まあ最初自由遊びがあったりとか、でその後プロジェクト学習っていうのが中心になっていて、例えば学校だったら漢字を順番に習っていくと思うんですね。で漢字を書いていくんだけど、そのプロジェクト学習だったら、例えばこの月は本を作る、でみんなで本を書いていく中で、じゃあ本を書くためにはあの絵本を参考にするために読んでみようとか、あれ漢字で書いてみたいなって漢字を書いたりだとか、本を書くっていう目的のために、達成するためにいろんな漢字だったり文章の構成だったりっていろんな学習がついてくる、うん、っていうことをデザインするような総合的に学ぶっていう手法があるんですけど、それってなかなか学校ではあまり使わって、もちろん使ってる先生もいるんですけど、すごく珍しい今風の学習形態ではあるんですけど、うん、特に僕らの地域の、この地方の学校だとなかなかそれはないので、そこは大きな違いだと思います。うん、ただ、もちろん学校とは違うんですけど、学校との連携がすごく大事だと思って、この場所を作っているので、うん、なんか学校教育を批判するとかっていうのは全く僕は思っていなくて、うん、なんかなんていうのかな。学校も楽しいけど、外出ても、また違った学びがあって楽しいよね、みたいな場所にしてます。はい。なんか学校とも連携、もちろん取りますし。うん。うん。学校との連携取るっていうのは具体的には、先生と喋ったりもします？ああ、もちろんです。はい。で、まあ、地域の寺子屋の先生っていうので、学校に呼んでもらえるんで、うん。で、話をしたりとか。うんうんうん。そうですね。そうなんもありますし、PTA のパトロールの当番も進んでしますし。はいはい。うん。から、学校のことも応援したい。自分も仲間もたくさん学校の先生頑張ってるから、そこはサポートしたいって気持ちはいつもありますね。なんか、うん、そう、まあ聞いてると、こう、学校の先生のね、その、なんだろう、業界、スタンダードが、まだいまいち分かんないところありますけど、でもこう想像するに、自分がじゃあ先生だったとして、自分が行ってる学校の近所に堤さんがいて、お寺があって、そういう寺小屋があるって言った時に、かなり面白い要素っていうか、なかなかないことですよね、それって。で、いや、まあもちろんそのなんとか寺小屋って言って、近所のお寺の住職さんがなんか子供の居場所とか、ね、学童を作ってるみたいなことはちらほらあると思うんですけど、うん、まあそんだけ本気でがっつり先生をやってきた人、まあ住職である以上に先生であるみたいな人が、小学校という枠組みから飛び出してお寺という場でそういうことをやっているっていうのは、かなりその近所の小学校の先生にとっても、まあ、学びというのもあるし、なんていうか面白い存在なんだろうなと思って想像したんですけど、やっぱりきっとそうですよね。うん、そうだと思います。で、いわゆるこう探究系とかプロジェクト系のこういう学習塾みたいなところって、まあ、往々にしてこう学校をこう批判するパターンって多いんですよね。はい、今の学校。僕はそれを全く思っていないので、うんうん、そういうところでも関わりやすい存在だと思います。共存できるというか、うんうんうん、それは、うん、僕はその、ね、全然思わないですね。まず、学校好きなんで。はい。でもありますし、ただ、さっき、
学校の先生の住職さんって結構たくさんいると思うんです。うちの父親も、はい、そうですね。教員だったし、はい、あ、松野さんもね、大学だけど教員だから、はい、そのたくさんいると思うんですけど、僕はすごい良かったな、今、個性的にできるっていうのは、いわゆる学校の先生が、ほとんどの先生が身につけてるであろう、授業スタイルは僕身につけてなくて、一部の変わった先生たちが、もう子供を主体的に、どんどん楽しくしていくためにやってたことを身につけてるので、すごく差別化ができてると思う。はいはい、なんかだから子供たちも学校とはまた違うところ、違うものが学べるって思ってきてくれてるし、よかったです。なんかそういう意味でも、いい加減な先生でよかった。なんか、こう言われたことをこなすタイプではなくて、うん、目の前の子供たちとどんなことができるかなってワクワクできてきたので、で、また雑な性格なんで、いろいろやりたくなるんですよ。うん、一つやったら、またあっちも面白そうだなと思うと、でもそれって、いつの間にかいろんなことができるようになってて、はい、はい、はい。っていうのもありますね。で、あとは、学校はこう積み重ねていくので、学力って順番に積み重なっていくようなイメージだけど、うん、僕はそうは思ってなくて、僕はいろんなパッチワークみたいに、あれがなんか学び方もいろんなとこを学びながら、気づけば一つの絵になってるようなイメージで、子供の力を考えてるから、そういったところも、うんうん、差別化できてるのかなと思います。いやー、面白いです、すごい。ユニークな存在だし、まあそれこそ住職がまあそれを自ら始めるっていうのはすごく難しいっていうか稀有なご縁だと思うんですけど、でもそれこそそういうこう、まあ、はみ出し系の教師というか、まあ普通の枠組みから言うとが自分のこう実験の場として、教育の実験の場としてお寺という場所を使っていただくような流れも、まあ堤さんの今回のそういう展開を、からどんどん派生していくと、またすごいいい教育界のこう流れになるんだろうなと思いながら聞いてました。うん、楽しみですね。そうですね。うん、はい、まあ、ありがとうございます。ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
The dark makes all words one, the brightness.
To the founder of Sonoma Mountain, Kensho Ji, Shokaku Shunryu Suzuki Daiyosho. To the founder of Minnesota, Zen Center Dainin Katakiri Daiyosho. To the founder of White Plum Sangha, Taisan Maisumi Daiyosho. To the founder of Pioneer Valley Zendo Kosho, Uchiyama Daiyosho. To the founder of Jigoji Zen Center, Kobun Shino Otokawa Daiyosho. And to all the teachers of myriad streams that flow in the darkness, to all creations and their relations throughout space and time, may penetrating light dispel the darkness of ignorance. Let all karma be wiped out and the mind flower bloom in eternal spring. May our sincere vows to manifest the Buddha way be realized. Oh.
このポッドキャストはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。